わー、天気がいい。もう休み明けに子供たちが釣り場には多いですね。日焼け止めでいいやつだったらコメントください。結構ガン焼きたくないんですよね。今日は天気がいいからですね、たまにはお借りしよう。あーじゃん、これが何でもすると、何でもすると、これいろんなものが入ってるんですよ、この中にですね。今日はですね、結構水分がですね含んでるのがあるんで、天気のいい時にこれを干したいと思います。よーお、よし、これ後からまた入れ直します。うわー、いっぱいなんか入っとるわ。広げてですね、乾燥させようと思ってますね。うわー、とりあえず何でもかんでも入れてしまってるからですね、使えそうなんです。これちょっと昨日の晩ご飯の余ってるエビでございます。これも入れちゃっとこうっていう感じですね。何でもかんでも入れる癖があるからですね、寿司屋さんに行ったらネタが余ったやつをもうこの中にぶち込んでおります。思い出すな、結構これだいぶ前に入れたやつですよね。これ確かこのままちょっと天日で塩を乾かしたいと思います。こちらですね、単なる普通の塩なんですけど、こうやっていろんなものをつけておくとですね、水分含んで色が変わってくるわけですね。色が変わってきてこういうふうな塊ができるんですけど、これやっぱり味がついてるんでしょうね。この塩だけでもですね、蒔絵になるというですね。来るわけですね。これだけで、ほら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 、やっとくるでしょ、やっとくるでしょ。これだけでも巻き上がりになるんですよ。もう一回やってみましょうか。塩の部分、ちょっと味が染み込んでるところがいいんですけどね。塊になって、なんかこういろいろ入ってますからですね。塩のところ、塩だけを。そしてラインですね、3号の、道とラインをですね、リールから持ってきました。あとは3本針をここでくくっております。これだけですね。こうやって1キスかなんか釣れたらいいけどな。レモンを使いたいと思います。2つここに穴開けております。ペットボトルの先端部ですね、入れます。そしていつものこれですね、簡単巻き絵の方ですね。いつでも持ってこれるんで、これを重宝しております。これを入れ込んで、そしてキャップを閉めます。3本針の上ですね、この上にかけて投げるだけです。あ、さっき昨日のちょっと余りエビをつけて、それでは硬いけどな。
なんかな、うわ出た、人出やがもう重たいと思ったわ。あ、師匠どうも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 、わかりました、僕って説明しました。あらあら、すごいねこれ。いやいや、ちょっと今日は乾かし目的ぶっこみやりに来ました。なんか釣れた？何も釣れない、人出が。タコ君あるよ。タコ君は、いや、いないですよ。今日はもう完全プライベートで撮影してますけど、釣りってないですか、どっか。プライベートで船借りて行ったけど、はあ、味ばっか。マジですか。お味ちょっとくださいよ、お味。僕になんかまた臭そうなのいっぱいある、ね、いやいや、臭くないですって。いろいろ投入しすぎて中がわからなくなったけですね、ちょっと塩を干してですね。すごい、これ何キロあるとかですよ。これ何キロぐらいあるかな。これ多分一つで4キロぐらい、3、4キロ。すげえあるって。塩なのにアリが寄ってきようよ。いやいやいや、寄ってない、寄ってないですよ。逃げてるんですよ。アリ食わんでしょ、塩。ほら持ってきようやん。塩ですか、うん、え、最近のアリは塩も食うんですかね。持ってきようよ、運んできよう。あれあれあれ、まずいですね。多分ですね、匂いがすごいついてるかもしれませんね、味が。もう塩運びようばい。ほら、そんなびっくりすることですか。だってアリって砂糖じゃない。まあそうですけど、いろんな成分入ってますよ、この塩。もう結構これ一回やりかえたけどですね、多分半年ぐらいの塩だからですね。なんかいつの間にかあの四平団子シリーズがなんかいっぱい増えたよこれ。いやいやいや、これどう見てもエビやね、これ。いや、これ昨日の残りなんです。とりあえず今日もぶっ込もうと思ってですね、何でもつけようけんですね。この前につけようってやつはちょっと放送できるのがいっぱいある、まあ、それもうボツですね、多分ですね。これ釣れないですもんね、一番ですね、四平は。またなんか新しいのがあるよこれ。いや、それもちょっと内緒の餌ですね。僕の体に GPS かなんか埋め込まれてるんですかね。なんで分かるんですか、僕が。このやらせたっぷりな視覚仕込みがね。いやいや、そんなもんないですよ。でも場所は特定できんとは思ってないですけどね。よう分かりましたね。あそこで次に向かって、はあ、行きますか、ボードを。はい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 。で、こう帰ってきよって、最初向こうってイカダの方に寄ってずっとこう来ていったら、あれ上田方の匂いがすると。いやいやいや、なんかかかっとらんかなと思ってですね、なんか持って帰りたいんですよね、家に。あ、全然ですね、何もばっか。うわ、もばっか、うん、うわ、なんかえらい長くなってますよ、もから、うん、仕掛けが長いな、これ。あ、これエギが釣れたんじゃないですか、これ。もしかしていいエギが釣れとる。いいエギ、あ、来た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 。これデュエルのパタパタのなんとかやで。あ、ちょっと待ってください。うわ、投げ釣り。一番いいやつが来た、これ。いいえ、いや、いいえ、いい。風が強い。パタパタなんとかや。しかも新しくないですか、結構。これいいえぎですか。パタパタついてないですよ。いや、これがパタパタね。このパタパタシリーズ。あー、マジですか、うん。良さそうですね。やったー。これ所有権っていうのは釣った人のもの？これ俺がこの間なくしたやつじゃない？あ、いいですね。これ言い忘れたのに一番いいですね。イカが当たったとか。あ、本当ですね。これじゃあ誰が。あれしか分からんけど、僕は所有したい。えらい長いわ。どっからピー取る、これ。ほんと、めちゃめちゃ長い。ピーもついとるよ。いろんな取れんよ。取れないですね。てか、もが多いですね、ここですね。